北新州木島平スキー場は日本のスキー場。長野県下高い郡木島平村に位置する。北新州木島平スキー場は、その山陽の美しさから高い富士とも呼ばれる高屋城山の北斜面に広がるスキー場である。経営は木島平観光株式会社であるが、同社は木島平村が出資する第三セクターであるため、実質的に 尊敬スキー場となっている。日本海からの季節風がもたらす良好な雪質と広大で開放感あふれるゲレンデが人気であり、野沢温泉やマダラオ高原と並べ北新地域を代表するスキー場である。高屋城山の山頂付近から最大車道45度の冷圧雪面を一気に滑り降りるパイオニアコースや中間から下部にかけての緩斜面まで多彩なゲレンデコースを持ち、 幅広ゲレンデを活用したテレインパークも設置するなどすべての来訪者が楽しめるゲレンデ構成となっている。1996から2001年度と2003から5年度まで隣接する北、滋賀高い富士スキー場及び僕のイリスノーパークと共通リフト券を発行していたが、北、滋賀高い富士スキー場の池の平らゲレンデ閉鎖により共通リフト券は廃止された。 その後2007年度には、牧野イリスノーパークと共通権を発行し、二つのゲレンデを合わせ木島平イースとウエストと称する160ヘクタールのコース面積をユース広大スキー場となったが、そちらもわずか1年間で廃止された。以降は単独での運営を行っていたが、北陸新幹線の飯山駅開業を見据えた、X ジャム、高い富士運営者側の移行により、 2010年度からは二山での共通券が発売されている。なお、このスキー場は、木島平村の冬の観光資源の中心的役割を果たしており、平成の大合併の際には、このスキー場の扱いが合併協議の争点になったりもした。2011から2012シーズンより、株式会社マックアースの子会社マックアースリゾート、山の内が、読ませ温泉スキー場。 マキノイリスノーパークを借り受けて運営することになった。また、木島平ダイラスキー場の一部を、山彦の丘スキー場として運営する。マックアースリゾート山の内はすでに2010から2011シーズンから、X ジャム、高い富士を運営している。そして、木島平ダイラスキー場とこれら、マックアースリゾート山の内運営の4スキー場とを合わせた、高谷城山周辺5スキー場を、 マウント、古社として共通リフト圏で、滑走可能な一体のスキーエリアとして PR していくことになった。総面積234ヘクタールの長野県内では、滋賀高原スキー場、野沢温泉スキー場に次ぐ規模のスキーエリアとなる。ありがとうございます。